ハワイ行ってる時言ってんじゃない、半分には行ってます。まあ明日それこう、え、来るよってあいつらまた来たまたのカウンダンスやカウンターでいいや、どうしよう、おいしい。安全運転でお願いします。 OK everyone, let's go。目的はハワイのタンクトップ、ハワイ大の。これは A は。ほら。大輝 and 高典 dating now。うまい、幸せだ。確かに、良かったです、あれで耐えた。急にどうした？やめ。うわ、なんか、もう調整じゃないですか。中二感満載だ。さんが一人で謎の店やってるってすごい。どう？やばい、こういうことやってるの僕らだけなんですよ。もう観光客感が。それだけの強かったですね。IPA じゃなくて俺のがこんな感じなんだよ。じゃあ明日共通で決まってることはマーケット行ってスカイダイビング。
その後決めようよ。もう一応行ってる。本当に普通にちゃうもんさ。そういうことです。マーケットに行ってきます。なんで大輝さんそんな画質いいんですか。なんか設定してるんですか。でかソーセージ。パンにたどり着かない。めちゃ怖いです。言葉になりません。大輝さん調子はどうですか。怖い。Tシャツをくれました。多分金かかってる気がする。よし行ってきます。飛び終わりました。結論めちゃくちゃ良かったです。飛びながら息子へのメッセージも伝えようと思ったんですけど、さすがにちょっと無理すぎて降りてから撮ったんですけどね。もうね、人生変わります。絶対やってほしい。はい、マリカ、ルカ飛んできました。結論めっちゃ良かったです。飛んで良かったわね。ママ、マリカは心配してたけどね、辛そう。自分もいろんなこと心配したよ。ルカの顔を見れないんじゃないかとかね。ただ本当に飛んで良かった。飛んで死にそうな思いをして気づいたことは、いつもありがとうってめちゃくちゃ思う。あとはビーチでゆっくりしながら帰りますんで、ありがとう。ここは人が多くてすごく人気らしいです。絶対多い。何て言うか分かんないけど、この駅じゃないっていうか。そうですね。
あ、ココナッツうまっ。あ、で、アイス入ってんの、ね、なんかジャパニーズかき氷をハワイアンテイストに、ね、すごいですね。しかもこっち、現地人がめっちゃ来てるからすごい本物だな。うん、確かに賢い。確かに賢い。間違えてカクテルかみたいな。ロコモコうまそう。僕お腹めっちゃ空いてる。なんでこういうの。後半バイタリティですね。バイタリティ。バイタリティ。ここはいいわ、ちょうどいい。すごいスパイシービーフラーメン、うんうん、もいいっすよ。あのちょっと辛いっすけど、まあ行くんですよね。痛いんだったらフルーツ買ってから。あ、行きましょう行きましょう。いや本当にね、ハワイいい旅でした。これがね、あと2日で終わっちゃうと思うとすごい寂しいけども。